3月29日、韓国の食品メーカーであるオットーギは、最近ブランドスターズ選定委員会によって韓国代表ブランドの一つに選ばれました。オットーギは、長年にわたってアジアで主要な軽食品を提供するブランドの一つです。この種の認識は、昨年のオットーギの目覚ましい成功の後にももたらされました。サムスンと BTS も、それぞれのカテゴリーで最も代表的なブランドとして挙げられており、ジンの影響も彼らの成功に一役買っている可能性が高い。例えば、韓国では、ジンは広告コンテンツで優れたビジュアルを発揮するため、人間サムスンの愛称で広く知られています。昨年、オットーギの収益は、業界の残りの部分が直面している苦闘にもかかわらず、少なくとも 15% 増加しました。同社の売上と人気は海外市場で急上昇しており、これは主にジンの商業的支持のおかげです。2023年の初め、オットーギは超音クラブ24億3000万米ドルに参加することに成功し、韓国の経済メディアによってグローバルブランドとして認められました。同社は1959年に設立されましたが、ジンと協力してわずか2ヶ月で記録的な売上高を超えることができました。オットーギのマーケティング戦略の成功は、同社の代表的な顔としてのジンの関与によるところが大きい。ジンのクリーンで洗練されたビジュアル、完璧な評判、温かい人柄により、ジンは国内外で絶大な支持を得ています。彼の影響力は、オットーギのジンラーメンと関連商品の販売促進に重要な役割を果たしており、市場全体で常に売り切れています。実際、ジンラーメンはオットーギのウェブサイトで最も人気のある商品になっています。昨年夏のジンのネクソンとのコラボレーションは、同社にとっても非常に成功した動きであることが証明されました。ジンの関与の結果、メープルストーリーの売り上げは、今年の第3四半期に 47% も大幅に増加しました。売上を伸ばすことに加えて、ジンはゲームの人気イベントにも多数参加しました。彼の関与は、ファンの関与と関心を高めるのに役立ち、強力なインフルエンサー及びブランド大使としての彼の地位をさらに強固なものにしました。現在、ジンのジンラーメンの広告は韓国の至るところで見ることができます。彼の顔から逃れることは基本的に不可能です。オットーギは、世界的な景気後退の中で目覚ましい成功を収め、常に話題を呼んでいます。ブランドアンバサダーとしてのジンのパワーが他に類を見ないものであることは明らかです。実はオットーギは2017年からジンとコラボしたいと思っていたのです。ジンの前は、ジンラーメンは、有名なシェフ、オリンピックチャンピオン、A リストの俳優など、韓国で最も尊敬されている人物によってのみ代表されていました。同社は国内外でブランド価値を高め続ける計画であり、ジンのスター力がその背後にあり、オットーギが繁栄し続けることは間違いありません。